昔のバヤリースというオレンジジュースの CM ソングの放映されている部分の記憶をもとに、まずはあと自分の声との兼ね合いもあって、どのキーで弾くかっていうのを今はざっくりと弾き語っております。で、ここに到達するにはピアノはやはり最低でも面倒くさくても10年は習わないといけないんじゃないかなというのが、私のいろんな方の弾いてるのを見てての素朴な感想でございます。